本日紹介する曲は、このスケールでできています。My Baby Just Cares For Me は、今から約100年前にウォルター・ドナルドソンとガス・カーンがミュージカルコメディのために書いたポピュラーソングですが、1958年にニーナ・シモンが吹き込んだ独自のバージョンが1987年、シャネルの香水用のコマーシャルに使われたため、世界中で大ヒットされ、数々のジャズおよびポップスアーティストにカバーされました。しかし我々ベースプレイヤーにとっては、なんといってもベースラインが象徴的です。イントロからベースは A メジャースケールを、オクターブから2度まで加工して、2度から5度へ上がります。コードは A6。ベースが D まで降りると D6 なんですが、機能的には251として Bm7。B7+4。2回目の1-2-5、プログレッションでこのメジャースケールダウンのラインです。ここまでがイントロでした。ここから歌が入ります。3回目と4回目も1-2-5、プログレッションでこのメジャースケールダウンのラインです。5回目はベースだけこのラインが続き、コードは A6 のまんまです。その後1小節 Bm7、1小節 E7+4 でブリッジへ行きます。リズムチェンジのようなサイクルプログレッションがあります。ただしマイナーコードが入っています。1個目は C#7、2個目は F#7、3個目は B7、4個目は E7+4。もう一度、ブリッジを練習しましょう。A メロに戻ります。最後は D6、G#7。これは D7 のトライトーンサブスティチュートで A6 へリードインします。A6 から A7、そして F#7 でドミナントのクロマチックシークエンス。2-5で1へ解決する。繰り返します。Thank you.
Thank you.